ちゃん、脈って言ったね。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンハビバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、このように、にゃんこに鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方はぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今私の左側にいるのがグレーのグーちゃん、右側にいるのが白っちゃんのゆりさん、白黒のくーたくん、画面に収まっておりませんが、チャトラのマサルくん、ミケネコのタマちゃんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活って、どんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。クータンはそこにいてくれるのか？今日は寒いからね。で、こたつをさ、こたつ布団をかけたわけじゃないんだけどさ、もう即席でね、寒いから急に寒くなったんでさ、シーツをね、かけてるわけよね。で、こたつ仕様にさ、さっきしたんでね、にゃんこが集まってるんで、今日はきっとにゃんこは外には出てないだろうと思ったから何も用意してないんだけど、クータがそこにいてくれて、よかったよ。北海道さん、藤子さん、こんばんは、ボンソワ、中華鍋を持っている北海道さんです。そうなんだね。北海道さんは何気に料理する人なんだな。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これからは皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースっていうかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に行っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティース。たまちゃんそこにいるけど映ってないから。たけしジャスティース。今日も塩入りのお湯。はぁ、しょっぱ。しょっぱ。これはちょっと入れすぎたな。
半分にするべきだったな。なんか今日はクータがなんかピチャピチャ言いながらお水を飲んでる音が、可愛いんだけど。あれクータじゃないのか、グーちゃんが今ピチャピチャ言って飲んでたのか。なんで今日はみんなお水ピチャピチャ言いながら飲むんだ。なんか雨の音かなと思ったらさ、違うんだよね。雨降ってないからさ、おかしいなと思ったらにゃんこ水飲んでんだよね。いつもそんなピチャピチャ音してなかったと思うのに、なんで今日はピチャピチャ音がするのか謎だよ。はぁ、しょっぱ。北海道さん、ジャスティス。ピョンさん、ジャスティス。こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。天玉さん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。カニタンさん、ジャスティス。天玉さん、デザフェス、お疲れ様でした。はい、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。もうね、年のせいなのか、まあ何なんだかね、昔からそうだけどさ、もうね、ああいうのやっとさ、体力的にな、疲れちゃうわけよね。で、昨日もまだね、なんだろう、ライブでここで元気におしゃべりできる体力がある気がしないと思って、ライブどうしようかなと思ったんだけど、いや、なんか、喋れない気がすると思って寝たんだよね昨日はね。で、一昨日はもう帰ってきてすぐね、歯も磨かず寝たっていう感じ。一応着替えはしたけど歯も磨かず寝たみたいな感じで、で昨日は昼間はな、まあまあ普通に過ごしてたんだけど、夜やっぱりなんかまだライブできるほどの体力は回復してない気がすると思ってね、寝ようと思って、昨日は歯は磨いたけど、歯は磨いたけど、着替えずに寝たみたいなね。布団も、なんだ、用意せず、ここでね、こたつ仕様にして寝たみたいな感じで、そうで、昨日寒かったから、なんかニャコがね、くっついてくっついてしょうがなかったわけよね。もうくっついちゃって何もできねえよみたいな感じで、で、しょうがないと思ったんでね、即席で、ホットカーペットをつけたわけよね。まあ、いいか、ちょっとぐらいつけてもと思って、ホットカーペットつけてさ。で、それでようやくにゃんこ落ち着いて収まってね。で、そのまま寝たわけよね。でさ、朝起きたらさ、なんかね、その寝てるとき、あれ、ホットカーペットってこんな暑いのかと思って、まあ、この、なんだっけ、上に敷くもの敷いてないから、直だから暑いのか、なんかわかんないけど、こんな暑いのかと思って、なんかもうちょっと温度調節できないもんかね、なんて思ってたんだよね。でさ、朝起きたらさ、今日になってて、あれそりゃ暑いよな、と思って、ショックと思ってね、もう散々節電生活してるにもかかわらず、こういうことやらかすからな、みたいなね。まあ、散々、節電生活してたから、まあ、言っちゃいいんだけどさ、と思って、でもショックと思ってね。朝、久々にホットカーペットを使ってみたら、今日になってたよってね、残念なお知らせでございます。ね、昨日は、そんな天気良くなかったっていうか、曇りみたいな感じだったんだよね。でさ、なんか、ほら、ペットじゃない、ベッドテント。ベッドテント買ったじゃんか。で、それがさ、昨日届くっていう予定だったと思ったんだよね。だから、届くかもしれない。でも、時間がわかんないからと思ってさ、できるだけ家にいようと思ったんだよね。で、家にいたんだけど、なんか天気悪くてさ、で、まあ、それがね、届いたらどこに設置するかっていうのをさ、ずっと思いつかなくてな。今でもまだ思いついてないんだけど、まあ、とりあえず、この部屋の、なんだ、なんだ、冬自宅っていうのかな、暖かく過ごせるようにね、支度しようと思って、でね、なんだ、カーテン、今日はカーテン洗ってさ、でね、窓拭きして、で、プラ暖っていうんだっけ、つけて、
で、ビニールのカーテンかけてな、この部屋の冬支度は、ひとまずね、してみたみたいな、本日でございました。舞さん、二つの意味で今日になって、ました。二つの意味で今日になってました。はい。そういえば、今日じゃないか、昨日か、昨日新月だったんだっけ？なんかもうさ、日にちの感覚がないんだよね、このところね。なんかね、歯磨かず寝てみたりさ、着替えず寝てみたりさ、してからさ、なんか日にちの感覚がない、今日火曜日か。そうだ、だから火曜日だから今日も農協行ったんだけどね。農協はさ、なんかまた渋柿売ってたな。渋柿は100円なんだけどさ、渋柿売られててもなぁと思ってね。渋柿はやっぱり買わずに。で、今日はね、ブロッコリーがまあ100円になってたのよね。で、そんなにたくさん入ってるわけじゃないんで、なんかあんまりお買い得感はないんだけど、ただ他の野菜が100円では買えないわけよね。渋柿とその微妙なブロッコリーしか100円で買えなくて、どうしよっかなと思って、ただまあブロッコリー最近食べてないから、じゃあブロッコリーでも買ってみるかと思って、なんか微妙な感じのブロッコリーなんだけど、なんか腐ってるのかい、何なのかい、どうなのかい、大丈夫なのかいみたいな感じのね、ブロッコリーなんだけど、それを今日は農協で、買ってきました。ピョンさん、国際会議場みたく、天井高くて広くて、人が多いのっているだけで疲れるんだよね。そうか、そういう空間が疲れるってことなのか。あの、ほら、背もたれのない椅子にね、ずっと座ってるとさ、ダメなんだよね。背もたれないと、だからこの座椅子もさ、買い替えたいと思ってんだけど、そうで、昨日それで物色してたのかな。最初買った、座椅子ってなんか1500円ぐらいでニトリかなんかでね、買えた気がしたんだよね。で、そんな感覚でいるとさ、もうね、物価値上がりしちゃってんでさ、さすがに1500円では買えないかもしれないけど、まあ2500円ぐらいで買えないかなと思ってね、物色してたんだよね、昨日ね。だけどさ、この、座椅子買った時もそうなんだけどさ、これもニトリかなんかで買ったんだっけな、どこで買ったんだっけな。なんかさ、背もたれがね、こう、まっすぐになってほしいわけよ。もうちょっとさ、もうちょっと立ってほしいんだけどさ、なんかすごいね、横になっちゃってるんだよね。で、それが気になっててさ、もうちょっと立ってるのがいいんだけどと思ったんだけどさ、これ買った時はなかったんだよね、これしかね。だからしょうがないかと思って諦めモードでね、買ったんだけどさ。でもやっぱりね、座り心地が悪くて、まあ座り心地が悪い感じでもうね、何年もこれで過ごしてるんでさ。で、いい加減もそろそろね、ちゃんと居心地、座り心地のいい座椅子に買い替えたいななんて思ってね、なんか安いので、もうちょっと背もたれがね、まっすぐになってんのないかなと思って探したんだけど、なんかどうもね、この背もたれが倒れちゃってるのがトレンドなのかわかんないんだけどさ、ないんだよね、背もたれがまっすぐになってるやつが。だから結局ね、見当たらずじまいで、今日もこの納得のいってない座椅子で、ライブをお届けしておりますよっていう感じ。データはさ、ブロッコリーは栄養満点なので安ければ買っちゃいますな。美味しいしね、だから好きなんだけど、好きなんだけど、その農協のブロッコリーはね、微妙なんだよ微妙なんだよね。マドカさん、デザーフェイスお疲れ様でした。人が多かったですね。まあ土日にやるイベントだしな、ビッグサイトだからそりゃ多いよねって感じだよな。テンタマさん、マドカさんはデザーフェイス行かれたのですね。カニタンさんの動画を楽しみにしています。
催促されてますな。そうで、何だったっけな、栄養満点で思い出したんだけど、だ、あ、そうそうそう、デザフェスでなんかさ、食中毒が起きたらしいじゃんか。そうなのと思って、だからね、あの、カニタンが食べ物は食べなかったっていうふうに言ってたからさ、あ、よかったと思って。食べ物食べないでね、あ、その後どうなったか分かんないけどね、多分美味しいもの食べに行ったんだと思うからさ、なんかね、食べなくてよかったかなと思ったんだけど、そうそう、納豆マフィンね、あの、びっくりした、さっきそのね、準備編の動画をさ、編集し終わって動画上げて、でね、あの、サムネイルどうしようかなと思ってさ、みんなどんなね、デザフェスの動画でサムネイル上げてんのかなと思ってさ、見に行ったんだよね。そしたらさ、なんかそのね、納豆マフィンの動画が上がってて、なんじゃそりゃと思って。しかもこの前のな、私が出店したね、日の、デザフェスのね、あの動画だったんで、おーと思ってさ、そしたらね、そのマフィンがな、あの、腐ってたっていうので、で、食中毒者がね、あの、出てるっていうのでね、もう早速動画が上がってたんでさ、あ、そうだったんだと思って、いやーね、あの、食べ物食べなかったって言ってたからさ、よかったよと思ってさ、進めちゃったからさ、なんか、美味しいものでも食べたとか勧めちゃったからね、なんか、ああ、よかったよなんて思ってね、まあその後知らんけどさって思いながらね、食べてくれてなければいいけどと思ってね、びっくりしたよね。カニタンさん、ヨッシーがどんどん歩き、私は足が痛くなったので大変でした。あ、そうなんだ、昨日は逆バージョンっていうのかな。じゃあヨッシーさんが、あの、歩きやすい靴を履いてカニタンさんが、足が痛くなる靴を履いてたのかな。カニタンさん、なんと食中毒、そうなのよ。あのね、やばい。食べなかったって言ってたからよかったよって思ったんだよ。それ見た瞬間にさ。てーたまさん、ヤフーニュースのトップになっていたので、あ、そうなんだ。じゃあ、今、あれじゃない、デザフェスの動画出したら。ね、再生数上がるかもよみたいな、どうだか分かんないけどね。なんかね、あの X の方でさ、マフィンとか、あとたまたま私さっき開いた時にシュトーレンって出てきたわけよね。いや、そっか、シュトーレンの季節かなんて思ってタップしたらさ、そのやっぱりね、あの納豆マフィンの人がシュトーレンも出しててっていう話で、だからその納豆マフィンの人でさ、かなりのね、あのネタをね、提供してるっていうのかな、トレンドにね、入ってるワードがさ、いくつもあってさ、それが全部納豆マフィンの人のネタでさ、元ネタがさすげえ影響力だなと思ってね、ちょっと羨ましかったよちょっと羨ましかったよみたいなな。カニタンさん、納豆マフィンは、見なかったかな、ハートで見えないな。よかった、そう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 、あの納豆マフィンっていうか、なんか栗のマフィンなのかな、栗のマフィンから納豆みたいな匂いがするって言って、でね、あの栗を触ってね、あのそれを指をね、こう引っ張ると納豆みたいな糸が引いてるね、動画が上がってんだよね。で、あ、本当だ、本当に腐ってるわ、これっていうので。マジか、みたいなね。で、どうしたらそんなことになるのって思ったんだけど、なんか無添加かなんかを歌ってて、で、砂糖をなんか控えめで、でね、あの、焼きたてって歌ってるんだけど、なんか5日前に作ったマフィンで、みたいな。で、常温保存で。よくそれで出店したよね、っていうのが、まあ、驚きな感じなんだけどさ。まあ、それでね、なんかね、食中毒者が出ちゃったみたい。だから、大丈夫か?みたいなね。ちょっと衝撃だったな。だから砂糖控えめなもんでさ、だから味的にもあれだしっていうので、でね、砂糖控えめだからそうやって腐っちゃってるみたいな。
ただその出店してる人の服がさ、なんかすげえ汚かった。すっげえ汚かったみたいなんだよね。で、なんかまな板がなんかが置かれてんだけど、なんかそれがなんかカビだらけなんだって。で、そこにね、ビニールもラップも何も引かず、食材を置いてるっていうのでさ。すげえな、みたいなね、感じだったね。なんか何気についついいろいろ見てしまったな。とか思ってね、ちょっと見てしまったな。ね、もうそんなに叩かれたらさ、なんかね、いても立ってもいられないんじゃないのかな、なんて思いつつ、なんかそんなすげえのかと思ったさ、逆にすげえなと思って、いろいろとね、なんかついつい見ちゃったよねっていう感じだったな。納豆マフィンは食べたら、食べたで動画のネタには、なってましたよ。食べたのか。そんな匂いしても食べるんだな。そりゃすげえな。で、他にもね、なんか、旦那がクッキーを買ってきたんだけど、外ね、出店名を見たら、そこのやつだったとかって書かれてて、ああ、そうなんだ、みたいなのもね、見ちゃったかな。カニタンさん、ヨッシーがシュトーレン食べたいと話していたので、砂糖だらけだからダメと叱っていたので手は出さなかったけども、危ねえ、危ねえな。いや、でもそう、だから逆に、その、砂糖だらけでね、砂糖だらけで腐らないようになってるわけよね、あれはね。だから砂糖控えてしまったがために、納豆マフィンになって。っていうか、マフィンってね、形想像してたのと違ってたから、その画像がさ、なんだ、あれ？マフィンってどういう食べ物だったっけ？と思ってさ、これなんだって思ったんだけど、あれマフィンでよかったのかな。ヨシーさん、こんにちは、ボンソワ。デザフェスでは、フニータ、絵はがきを無料で、いただき、ありがとうございました。フニータ絵はがきなんかあったっけ？フニータ絵はがきは出品してなかった気がしたけど、なんか出したっけ？ああ、あるか。ポストカードね、あったね。そういえばね、そうだった。無料でいただき、ありがとうございました。フニータ絵はがきもらって良いかという失礼な質問をしてしまいました。帰宅して、猛反省しました。いやいや、あれは、配ってるんですよ。一応、ショップカード的な、名刺とか持ってないんですが、私、名刺とかね、ショップカードとかね、作ろうとするときにね、なんかわかんないけどね、作れないんだよね。ダメなんだよね。もうその辺あたりからね、社会不適合者なんだよね。なんかわかんないけど作れないんだよ。だからね、名刺作れなくて。で、あれだけね、あれはホームページのさ、QR コードをくっつけてるね、絵はがき。あれもね、作れなかったんだよね。作れなくて、で、お金だけ払ったのに、結局送られてこなかったなーっていうのでさ、またかーと思って諦めてたんだよね。どうもこの紙類な、なんか注文してもね、届かないんだよね、お金だけ払ってね、なんて思ってたらさ、なんかどうもね、絵はがきのところはなんか年末で、なんだろう、棚卸しみたいなことしてたのかな。で、これなんだみたいな感じで。で、なんかすいませんでしたみたいな感じでね。で、返金されて、で、あれもね、届いて。だから結局は無料であれ作れたみたいな。ショップカード的なポストカードなんだけど。で、あれをね、作品送るときとかにね、つけてね、発送してたんだよね。なので、あれは無料で配ってるやつなので、大丈夫ですよ。むしろもらってくれてありがとうって感じですよ。だから配ろうとしてもね、
寄ってきてくれて、で、その人にね、これだけでもみたいな感じで渡そうとしても、渡す間もなくさーって行かれちゃったりとかするからさ、カードすら渡せなかったよ、みたいなね。そんな修行の時間だったわけでございますよ。天様さん、ヨッシーさんも命拾いしましたね。ね。だから今後は、砂糖たっぷりでも、体、身の危険のことを考えたら、量を少量にしてな、砂糖たっぷりな場合は量を少量にしてな。でもちゃんと安全なものをね、食べた方が良いんじゃないでしょうか。ヨッシーさん、シュトレン食べたことないので食べてみたいのです。ああ、そうなんだ。食べたことないんだね。私は何度かね、好きでさ、自分で作ってな。なんか、で、自分で作るからさ、その砂糖の量もね、なんだ、自分の好きな感じでね。まあ、ちょっと振りかけるぐらいな感じ。見た目的に白っぽくするみたいな感じでね。だから冷蔵庫でにしまっちゃうしさ。で、それに何日もかけて食べるわけじゃなくて、もう作ったらあっという間に私の場合食べちゃうから。食中毒になることはないのでね。だからまあ、自作してみたらいいんじゃないのかね。まあ、パン作るようなもんだよな。カニタンさん、レザーフェスのマフィンで食中毒だったそうで、そうそうそう。そこがシュトーレンも売っていたということで、そうなんです。そうなんです。ね、で、ほら、これからの季節、クリスマスの季節だからね、もう本当、時期なんで、この人大丈夫なのかしらっていうね、ネタだったんだよね。まあ他のお店っていうのかな、そこでじゃなければおそらく大丈夫だと思うんだけど、なんか随分やばそうなね、お店だったみたいだからな。で、あとはそんな感じ。あとは今日はカーテン洗って窓を拭いて、で、あ、そう、今日ね、お汁粉を作ったさっき。お汁粉っていうか、小豆煮ただけだけどさ、そう、何気にさ、こんなさ、疲れたとかって言いながらさ、で、そのね、デザフェスで使ったものた、道具たちもさ、なんか徐々にね、なんだ、ほどきつつ、ちょっとずつ元の定位置に戻しつつみたいなね、なんか生活しておきながら、備蓄品のね、小豆なんだっけ、あ、そうだ、春雨だ。昨日さ、なんかね、春菊がまた大きくなったかもしんないと思ってさ、で、寒いしね、外出んのもね、なんかベッドテント届くかもしんないからなと思って、これでスープ作るかと思ってね、春菊でさ、スープ作ったらさ、春菊にはやっぱ春雨いるなみたいな感じで、で、備蓄のね、春雨ね、なんだ、探るかと思ってさ、探したんだよね。で、春菊じゃない、なんだっけ、春雨自体は別に全然大丈夫そうな感じだったんだけど、小豆がね、かびてたんだよ。だから、その、マフィンのお店のことをね、ちょっと言えない感じなんだけど、うちもな、あー、さすがにもうダメかと思って、備蓄品もね、ちょっとずつ痛み出してきたなっていう感じで、だから、ビニールに入ってるやつ、これダメだなと思ってね、だから、ちょっと持たせるやつは、缶詰と、あとはね、パウチっていうのか、アルミ、袋っていうのアルミパウチに入ってる食品以外はね、ちょっとずつちょっとね、消費する方向に持っていこうと思ってね、備蓄品の入れ替えを昨日ね、してたんだよね。そんなね、体疲れてる割にはね、結構ね、動いてるんだよね。で、缶詰とそのアルミパウチに入ってる袋は、しまい込んで、でガムテープでね、口止めて、もう開けないっていう感じにして、で、ビニールのね、袋
袋に入ってるものを出してきて、で、まあね、明らかに傷んでるな、その小豆な、小豆がちょっとカビ始めてる感じだなと思ったんで、これはもうね、食べちゃおうと思ったんで、今日さっきね、洗って、でね、まあ、小豆ね、煮るのにさ、ガス使っちゃうからさ、もったいないなと思って、どうしようかなと思って。まあ、IH でやってもいいんだけど、と思いつつね、また入れ替えるのがめんどくさいなと思ったんで、とろ火っていうのかな、弱火でね、煮込んで、で、だいたい柔らかくなったんで、明日おしろことして食べれるかな、ぐらいな感じでね、備蓄品の入れ替えと、あと、小豆、似たよ、みたいな感じ。たださ、その春雨がさ、もうちょっとあると思ってたんだけど、なんかもうすでに食べてたみたいでさ、あと一袋ぐらいしかさ、なくって予備が。あ、ダメだ、これ、春雨足りねえ。春雨これ買い足さないと俺足りねえなと思ってな。春雨を買いに行きたいなって思ってるところなんだけどな。どうしようかなっていう感じでね、悩んでるよ。ヨシーさん、購入したフニータはトイレに飾っています。ありがとうございます。テンタマさん、クリスマス近いですから、ストーレン、これからいろんなお店で売られると思いますよ。そうそうそう、そうなんだよね。で、結構高いんだよね。大吉さん、藤子さん、こばは、ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。天玉さん、大吉さん、こばは、まどかさん、マフィンの件、少しググってみましたが、かなり炎上しているみたいですね。そうそうそう。よくわかりません。あ、そうなんだ。ヨシーさん、まどかさん、デザメスでお会いできてよかったです。確率的に会うことはないと思ってましたね。口下手なのでろくに話せませんでしたが。ねえ、ほんとね、ぴったりのタイミングで来たよな。なあ、ちゃんとやっぱり潜在意識でね、つながってるんだろうね、きっとね、波動がね。で、なんだっけ、そんくらいか。そのデザフェスのな、納豆マフィンに衝撃を受けた一日だったんだよ、今日は。だから食べ物にな、着手しとかなくてよかったと思って、ね、たとえ売れなかったとしても、お客さんに危険な思いさせないで、済んでよかったと。勝手にね、納得していた感じでございます。ねえ、まどかさん、ヨッシーさん、カニタンさんと運よくお会いできてよかったです。本をいただきましてありがとうございましたね。でも本を準備していたということは、カニタンさんはね、会えると信じてたというわけだからな。それが実現したっていうことだよな。すごいよな。で、あとは、なんだっけ、今日は洗濯祭りして、そんくらいかな。タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。てんたまさん、デザフェスは納豆マフィンが全部持ってたな。本当全部持ってたよな。全部持ってったよな。みたいなね。ねえ、カニタンさん、ヨッシーとの賭けに勝ちました。あ、そうなんだ。賭けてたんかい。まどかさんに会えたからね。会えてよかったよね。で、あと何だったっけな、なんかあった気がしたけど、忘れちゃったな、今日何してた？農協行って、あと昨日ね、昨日はね、お刺身食べた。お刺身食べた。昨日はさ、疲れててさ、全然、なんかね、食欲とか、
ない感じだったんだけど、ない感じだったんだけど、なんかうっすらお刺身食べたいって聞こえたわけよね、あの体から。お刺身食べたいって今聞こえた気がすんなと思ってさ、お刺身かと思ってね。で、なんか前はさ、よくさ、マグロのさ、なんだ、角切り的な感じのぶつ切りか、なんかぶつ切りのさ、なんかマグロとかさ、ね、割と安く売られてて、なんかそれでもいいかなと思ってさ、それでも買いに行こうかなと思ったんだけど、なんか最近売ってないのね、あのぶつ切りのマグロっていうの。で、なんかちゃんとしたお刺身っていうのかな、盛り合わせのお刺身と、ただ盛り合わせじゃなくてね、そのぶつ切りのマグロがさ、あの頭に浮かんだんで、マグロのお刺身だよな、今私食べたいのはなと思って。で、マグロの、ちゃんと日本のマグロのお刺身っていうのかな？お刺身みたいに切られてるマグロと、あとは、なんだっけ、なんかね、外国産の白っぽいマグロのなんか角切りみたいのがあったんだけど、白っぽいから私が今求めてるのはこれじゃないなと思って、一番求めてそうなその国産の薄く切られたななんかマグロで刺身の盛り合わせでもないし、どれがいいかなと思って。で、カツオがね、安かったんで、昨日はね。だから、カツオのたたきを薄く切ればね、量的にはそこそこあるから、まあ、安かったっていうほどではないけど、マグロが高いからさ。マグロが高いんで、それに比べたらカツオの方が量があるしさ、これ切ればそこそこの量があるけど、どうしようかななんてね、悩んだんだけど、でも今私が求めてんだ、マグロのお刺身だなと思って、しょうがない、私は自分には嘘つかないって決めたからな、もうマグロを買うしかないと思ってね、昨日マグロ買ってきてさ、だからにゃんこマグロ食べないんだよなと思って、今までもにゃんこのためにさ、マグロのお刺身っていうのかな、その薄切りにされてるやつ、買ってきてさ、でね、揚げてもさ、全然食べなかったんだよね。だからまあ、にゃんこどうせ食べないしなと思って。でね、一人で食べてたんだけどさ、お昼にね。ただ、クータが、なんか、後半にやっと気づいたみたいでさ、なんか反応したんだよね。で、なんかね、一応食べようとするからさ、食べんのと思って。なんか、にゃんこ用にあげるとさ、食べないくせにさ、あげないでいるとさ、食べようとするんだよね。だから、まあ、そうかもしれないと思って、ちょこっとは残しといたんでさ、それをさ、あげたんだけど、まあ、一応ペロペロはするんだけど、ハムハムはするんだけど、ただやっぱりね、そんな食べないんだよね。で、結局残して、いや、残ってんじゃん、みたいな感じでさ。でね、そのクータが残したやつをお皿ね、にゃんこのお皿にさ乗せといたらね、抹茶が食べたみたいで、なんだよ抹茶食べたのかよと思ってな、抹茶食べるんだったらもうちょっと取っといたのにと思ってさ、なんかほんとにゃんこはな、にゃんこ用にあげると食べないしさ、もうなんなのよって感じでね、昨日は久々に、お刺身なんかをね、食べましたっていうね、ご報告です。納豆マフィン全部持ってった。まどかさん、確かに、ちょうど時間があったのはすごいことですね。そうだよ。そうだよ。ねえ、もう本当ぴったりだったもん。てんたまさん、カニタンさんの動画にまどかさんは登場しますか？大輝さん、はい、ラインディリアストップ、今日も見逃してて、ちょっとストップ遅れました。申し訳ねえ。まどかさん、現地でブースを見たら、かなり綺麗にふにーた、ふにあた、ふにーたけが展示されていました。おー、嬉しいね。まあ、綺麗に展示されていてもな、全然。
全然だったところがちょっとね、ショックだったよね。なんか隣の人が、まあ人気すぎたっていうのも、まああんのかもしれないけど、まあそれは私的には言い訳かなとは思うんだけど、言い訳かなとは思うんだけど、隣のね、またさらにこっちの隣、こっちの隣の人が人気者だったんだけど、この人がどうやら、なんかね、超有名な LINE スタンプかなんかの、作者っぽいんだよね。で、それのグッズを売ってたみたいなんだよ。それでみんなそこにね、もうね、行列で、もう私の店は全部塞がれてるわけ、行列で、ずっと何時間も、3時ぐらいまで。で、こっちの隣の人が、なんかね、10年前ぐらいはデザフェス出してたんだけどね、なんかずっと出してなくて、10年ぶりぐらいにね、なんか出店するんだっていうおっちゃんだったわけよね。で、何回か出してるんですかみたいなさ、そういう話になるじゃんか。で、いや、初出店で、なんていうふうに言ったら、ああね、運が悪かったね。運が悪かったねって言われたから、ああ、そうだったのかな、みたいにね、思って、なんとか一応納得しましたよって感じ。まどかさん、フードブースは私も覗きましたが、どこも並んでいたのでね、なんかそんな話だったよね。帰り際に、国際展示場駅のそば屋で軽く、食事しましたね。よかったよ。ね、並んでたおかげでね、食べれないでいてくれてよかったよ。危なかったよ。カニタンさん、すいません。登場しないと思います。人の撮影はいちいち許可を得ないといけませんので、うかつに撮影できませんね。顔を故意に映してなければね、映っちゃった場合にはいいはずなんだよね、本当はね。ただまあね、できれば、顔がしっかりわかるような感じのはできるだけ避けるようにして、でね、まああんまりわかんないのかなっていう感じの時は、まあね、ちょこっとぐらいは映ってても大丈夫かな、みたいな感じでね。ただもうカメラにバンとね、出してるやつは、許可を得ないとならんのでね、なかなかちょっとね、めんどくさいよねっていう感じだよね。てんたまさん、かにたんさん、そうなんですね。まあ知り合いなんで出してもいいですかって聞けばいいんだろうけどさ。知らない人はちょっとね、難しいもんね、それって感じね。はい。では、LINE ディリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、行きますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おー、なんだ、ごぼうがいっぱい飛んでるぞ。ごぼうが食べたいのかな違うかな、そういうことじゃないかな。ごぼうのカードですね。何本あるんですか ?8 本かな ?1、2、3、4、5、6、7、8。8本ありますね。ああ。しょっぱ。で、なんだっけ、ああ、そう。でね、レザーフェスでほぼ売れなかったし、で、どうやってレイアウトすればいいかっていうのもさ、一回やったからさ、まあ、いざとなればあれと同じやり方でね、並べればいいのかなと思ってね。なんかね、同じようにハンドメイドのね、作品売れるところ、イベントあるかなと思ってさ、昨日探してみたんだけど、なんか春にほぼデザフェスと同じような感じのが、あれか、東京ドームかなであるみたいなんだよね。で、いくらなんだろうなんて思ったら、もうほぼ、デザフェスと一緒な感じだったんでさ、あ、同じことやると思えばいいのかと思ってさ、なんかだったら、デザフェス経験したから、もういいや。
もういいやと思ってね、なんかもうちょっと小規模な感じでね、やりたいよみたいなね感じで、探しておりました、ごぼうじゃなくてなんだっけこれな、ワンドの、鉢、また逆位置か、ワンド鉢、逆位置のカードはどこですか、絵柄の意味、世界観。雲一つない青空に飛ぶ八方のワンド、穏やかな日々の中に、突然大きなチャンスが降り注いできたようです。やりました。チャンスに乗るか迷ってしまうと、その機会はすぐに通り過ぎてしまうかも。あなたは急展開に臆することなく、チャンスをつかみ取ることができますか？テーマ、急展開。ワンドの8。数字の8は見える世界と見えない世界のバランスを表します。人の力を超えたところで、物事が急展開することを意味します。空飛ぶ八方のワンド、情熱や活力、創造を、表します。また、ワンドの象徴、火は光を意味することから、素早さや動きなども示します。ワンドが空を飛んでいる姿からも、ワンドが持つエネルギーが動くことを、示唆します。穏やかな風景、のどかな様子がうかがえることから、何気ない日々や日常と捉えることができます。物語、ワンドは情熱や理想、活力を表す火の象徴。はい、8は見える世界と見えない世界。物質界と霊界のバランスを表す数字、宗教的な原理を説明するとき、目にする機会が多い、発色、発徳、八は見える世界と見えない世界を結びつける、はい、はい、逆位置、お願いいたします。逆位置全体。全体が出た場合、あなたは進展のない平凡な日々に退屈さを覚えるかもしれません。何かを手に入れようと行動しても、成果はすぐに現れないでしょう。物事が発展しづらいときは、自分を磨く時期だと捉えてみて、そうすることで、いざチャンスが訪れた際、しっかりとつかみ取ることができますよ。はい。仕事、金運、人間関係、逆位置で出た場合、あなたは今、周囲のトラブルに巻き込まれやすい状況かもしれません。あなたが親しくしているグループで内輪揉めが発生し、戸惑ってしまう可能性もあります。もしあなたが争いに巻き込まれてしまったら、感情的にならず、冷静な対応を意識すると良いでしょう。客観的な視点をグループに取り入れることで、少しずつ事態が落ち着いてくるはずです。はい。ウェイトの解釈。八方のワンドについて、飛行する棒。八方のワンドは動きがあるものとして描かれている。動きがあるということはいつまでも目の前にあるわけではないということ。すなわち、ワンド8が与える大きなチャンスは今だけのもの、すぐに掴み取らなければ過ぎ去ってしまう、大きなチャンスは突然目の前に現れる。8という数字は、霊界とつながりが深い、私たちの意思を超えた場所から訪れる、チャンスと解釈できます。人物が書かれていないことから、主導権が私たちにはないと捉えることができる。日常の中に突然降り注ぐチャンス。恋の矢とも解釈しています。恋の矢は突然の恋を連想させるような、私たちがコントロールできる範囲外で起こる衝撃的な出来事を示すもの。チャンスや運命的な出来事は、心の準備ができていない段階で私たちのもとへ訪れることもあります。その際、迷わずに勇気を出してチャンスをつかみ取ることも大切なのだと、ワンド8は示しているのです。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、突然来るよ、
備えてみたいな、そんなメッセージでしょうかね。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。そう、そういえばヨッシーさんにいただいた干し柿を今日朝コーヒーのお供に食べたけど、あれ皮が薄いっていうのかさ、もうさ、干し柿っていうかさ、生柿をね、熟れた生柿っていうのかな、なんかね、もう生柿だまあ干し柿も生柿っちゃ生柿だけどさ、なんだろう、ジューシージューシーというかさ、全然干したっていうか皮が、表面がね、あの乾いてるから指がね、なんかベタつかないようにはなってはいるけどみたいな感じでさ、あのあれを切り刻みたかったんだけどさ、切り刻むには中がジューシーでな、あのちょっとあの美味しいけどちょっとずつは食べれない感じあっという間に食っちまう感じがない、なんかあ、もったいないっていう感じの、美味しいなんだ干し柿でしたね。ありがとうございました。まどかさん、ごぼうだらけのカードね、ごぼう食えって言われてんのかなごぼう食ったらいいよっていうカードだったのかな。天玉さん、シュールなカードですよね。ね、なんか絵柄だけ見てるとさ、あのタロットカードってさ、すげえシュールなんだよな。シュールなんだけどさ、いろんな意味がね、なんか含まれてるところがさ、なんか深いなっていう感じでね。あの、面白いな。はい、じゃあ、アファメーションタイムでも行こうか。はい、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、行きますよ。せーの。はぁ、よかった。はぁ、よかった。あ、よかった。ね、マフィンじゃなくてよかったよ。マフィンじゃなくてな。で、昨日はまどかさんにもらった白あんのたい焼きな。白あんのたい焼き食べてさ、めっちゃ白あんのね、あの、白豆っていうのかな。白あん？白豆のね、味がして、あの食べ応えがあって、うまかったなうまかったな、もうね、おいしいものいっぱいで、よかったよ。よしーさん、おいしかったならよかったですね。あの、おいしかったよ。皮が薄いっていうのかさ、皮はないんだけどさ皮はないんだけどね、あの乾燥した部分がね、なんか薄くてね、あの程よい歯応えが残ってる感じでね、なんか不思議な感じだったな。てんたまさん、ああ、久しぶりに配信に参加できてよかった。はい、お久しぶりです。もう回復するのに、体力、HP、回復するのに時間がかかるからね、あの、お待たせしておりますよって感じでございますよ。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、なんでクータマ後ろにいるんだよ。いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。
てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい、ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。